フレデリック・ J ・イ・クレーバーは、ミネソタ大学で、古・中英語学の教授を務めた、ドイツの文献学者。ベオウルフ・アンド・ザ・ファイト・アット・フィンスバーグと題して、出版された、ベオウルフの、クレーバーの番は、この女子史の研究における権威と、みなされている。この本は、1922年の初版から番を重ね、現在では、第4版になっている。バーと経前にある、 クレーバーの墓クレーバーは、プロイセン王国のベーツェンドルフで、父ヘルマンと母、ルイーゼの間に生まれた。1892年、ベルリン大学にて、哲学の博士号を取得。英語文献学のアシスタントプロフェッサーとして、ミネソタ大学に招聘される。1898年から1931年にかけて、英語と比較言語学の教授として務めていた。 1902年には、シャーロット・ボンと結婚。クレーバーは1931年に、ミネソタ大学の教授職を退いて、ベルリンへと帰ったが、ベオウルフ・ザ・ファイト・アット・フィンスバーグの執筆は、継続し、1936年には、第3版を数えることになった。第二次世界大戦では、ベルリンの彼の邸宅は破壊され、蔵書や、記事やメモも失われてしまった。 クレーバーは、妻と共に、バート・ケイゼンにある彼女の家へと避難し、後の1950年にベオウルフ・ザ・ファイト・アット、フィンスバーグ第3版に対する第二のホイとして、出版することになる原稿の執筆を続けた。この期間、彼はすでに書斎を失っており、またソ連占領地域であったバート・ケイゼンでは、紙の入手にもこと書いたため、 研究のためアメリカの同僚や友人から大いに支援を受けた。晩年、クレーバーは貧困に苦しみ、不全麻痺を呈して寝たきりになっていたが、研究への情熱が途絶えることはなかった。1954年死去。クレーバーはギリシア語、ラテン語、フランス語、ドイツ語、古英語、中英語、現代英語といった数多くの言語を流暢に操ったため、 1893年にはミネソタ大学からベオウルフを現代英語に翻訳しないかと打診された。30年かけてクレーバーはこのプロジェクトに取り組み、1922年にはついにベオウルフザ・ファイト・アット・フィンスバーグの初版が出版された。彼はベオウルフから引誘されるある出来事に関する別の詩。 フィンレスブルグの争いの現存するすべての箇所をこの書に含めた。1928年には第2版を、1936年には第3版を出版。この第3版は1941年に1度目の、1950年には2度目の造補が行われた。すべての版は、ベオウルフに関する幅広い種々の論題について議論する充実した導入部分と、 テキストの細かな検知についての包括的注釈、広範囲に及ぶ用語集などを提供している。長年の間、ベオウルフ研究において、クレーバーは第一人者の一人に数えられ、彼の隊長である、ベオウルフザ・ファイト・アット・フィンスバーグは大変重要で、この女児子を研究する学者や学生に大きな影響力を与えるものとなった。ジョセフィン・ブルームフィールドによれば、 様々なベオウルフの版の中でクレーバーの版は最重要であり続ける。この不滅のプロジェクトは1893年に開始され1922年に出版1950年まで開版と造法を繰り返した。クレーバーの版はベオウルフを研究する大学院生やこの詩の翻訳の下敷きを必要とする学者と教師にとって 中心的な資料の地位を保ち続けている。彼の死後の2008年には、R.D. 古く、ロバート・ E. ビオルク、ジョン・ D. ナエルズからなる編集チームが手掛けた、ベオウルフ・アンド・ザ・ファイト・アット・フィンスバーグの新しい版、第4版が出版された。第4版は、クレーバーの第3版の構成やテキストの多くはそのままに、クレーバーの最終稿が書かれた1950年以降の、 ベオウルフ研究の成果を反映するために充実した変更が加えられている。ありがとうございます。